成長最終試合、まず赤コーナーはこの MC。 続いて青コーナーはこの MC。ID で参りたいと思います。では先行ここの稼働ドローお願いします。 ID が高校、じゃあ立ち位置入れ替わりましょう。先行ドタマ高校 ID で参りたいと思います。さあ最終試合バトルフィールド、こちら出ますか。バトルフィールドはこうなっております。来ました、雷鳴フィールドとなっております。ビートチェック参りましょう。 DJ ユーロお願いします。それでは参りましょう。第21試合先行ドタマ高校 ID、 レディーファイ。俺とお前の最終試合、ビビッとくる試合をしようぜ。さながら俺は霊人ゲン、マイク使って見せる名人ゲン。見せてく精神面、お前よりもぶっ飛んだバースかます。ドラクエだったら自己スパーク、こいつのバースの記憶なくす。その背骨の後ろに流す電流が俺の稲妻だって分からせる。お前の中途半端誰当て、いつまで経ってもラップに進化がありません。 Yo、 それが進化だっつうなら俺は分かりません。中々回の中途半端なバースがいいの、みんな俺はそうじゃない。確かに進化がねえけど、こいつよりもバッチリ因果家庭、それだけは言えるぜ。俺ディスの極みメガネと昔は言われたけど、ここまで進化したお前の前面のサムと一緒だ。お前みたいな若手とやれたからここまでバチバチに進化してる。それはガキじゃねえからな、足が速えなんてことは自慢しねえよな。全てができてるラッパーだろ、それが分かってから半端なの。半端でも見せるためのバス、なんと分からねえなら俺に聞きな。ヒップホップの教科書今俺だ、お前に伝染してくこれだ。さっき踏んだインラッパーだろって、ハンパーだろってダサくないっすか。俺の方がチャンバじゃなくて真剣勝負、まるで五円もの残雪剣。おめえのラップなんかせずね、ゲームだったらインフムライマーズ、お前ぶっ殺すキングオブファイターズ。だからその誰がダセーがかっけーかで意見変えんのがファッケだって言ってんだぜな。よ、真の一歩も忘れながら死がこうなったんだろうな。俺の根性は真の中から出てくる、そのヒントを一つ授けよう、ドタマお前の後ろ。終了。さあそれでは皆さん判定、スマホの準備よろしいでしょうか。いきます。まずは先行ドタバー、おお来ました。それでは後攻 ID、 勝者 ID ということでございました。じゃあドタバさん一言。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様、大丈夫、終わりました。さあじゃあ ID さん一回引っ込んでいただいていいですか。そうですね、アイディさん、一度戻ってください。ちょっととんでもないことになってるんで。